トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、まあ、うち の, あの家の近くにドン・キホーテがあるんですけど、まあ一般にね言われる見られるようなまあまあちょっと怪しげな不健全なドン・キホーテじゃなくて非常に健全なでかいドン・キホーテなんです。なぜかと言いますと昔長崎屋だったところがドン・キホーテになったので、まあ、その携帯をずっと踏襲してますので、まあどちらかというと一般にあるようなドン・キよりも非常に健全なドン・キなんですよ。健全なドン・キっていうと変ですけど、なので、まあ、専門店街もあればドン・キのフロアもあるっていうような感じで通路も非常に広い、まあ、ちょっとした何て言うんでしょうかね、大規模なスーパーと同じような感じですね。3階建て立体駐車場もあって1階2階3階4階まであるのかな、はい、まあ、いろんな店舗が入ってるんですけど、健全なドンキなのであんまり楽しくないんですけど、食料品のフロアなんかは非常に充実してるんですよ。品数も多いですし、でちょっと今日普段行かない、まあ、フロアの端っこの方までずっと見て回るとちょっとびっくりしたのが、ご神物ありますよね、まあ、ちょっとしたその手土産、例えば取引先に持っていくとか友達のところに持っていくとかそういう手土産ありますよね。そういうコーナーっていうのがありまして、これはまた安いんですよ、まあ、大量仕入れで安くしてるのか、あるいはその、まあ、どちらかというとこう余り物と言いますか、そういったのを安くしているのかはちょっと分かりませんけど、まあ、ちょっとした手土産を買うには非常に安く買えるんですよ。であとお土産コーナーもありまして、まあ、関東それから北海道関西のお土産なんかも、なぜかそこでコーナーで売ってたりするんですよね。でご神物のコーナーはですね、まあ、例えばインスタントコーヒーのセットであるとか、オリーブオイルとかサラダ油のセットであるとか、いわゆる、まあ、お歳暮とかね、それからなんですかね、お中元とかああいったもので使われるものからですね、中身をばらしてバラ売りしたようなものまでいろんなもの売ってるんですけど、そこでちょっと、ね、面白いものをつけて、これ UCC、 これ見たことないんですけど、ブルーマウンテンブレンドっていうですね、瓶なんですよ。500ミリリットル入りの瓶で、アイスコーヒーなんですが、無糖のねブラックコーヒーなんですけど、非常になんか、まあ、これちょっとキャップ取ってますけど、こうワインのねキャップのようなこう包みがかぶさってまして、非常に高級感があるんですけど、こんなの見たことがないんですけど、まあ多分本当にご神物用にセットで売ってたやつなんでしょうね。これがね1本ね200円で売ってましたので買ってきました。まあ、500ミリリットルで200円ですから、普通の缶コーヒーよりももちろん高いですし、ペットボトルよりもまあ50円ほど高いんですが、でもまあ200円なので、ブルーマウンテンブレンドっていうぐらいなんで非常にいい、本当ならばいいですよね。これどこ産なのかな、ジャマイカ産コーヒー豆51% 使用なので 49% はどこなのかはちょっと分かりませんが、残りの 49% がどこなのかは分かりませんが、ブルーマウンテンね好きなんですよ。だけどいい音しますね。だけどブルーマウンテンって喫茶店で飲むと高いじゃないですか。なのでそう簡単にねブルーマウンテンって飲めないんですけど、ちょっと200円の瓶入りブルーマウンテンブレンドがどんな味なのか、まあまあ出した感じはこんなんです。うわ、あこれ本物だ。ちょっとボトルコーヒー、缶入りのボトルコーヒーのブラックコーヒーありますよね、全く違います。めっちゃうまいです。これはすごいな、こんなのが200円で売ってるんだ。多分普通に売ってるのを見たことがないので、まあおそらくご神物用のセット販売品なんでしょうね。
ちなみにこの透明なですねカップはですねガラス製なんですけど、これ耐熱ガラスです。でどこで手に入れたのかと言いますと、実はこれフィリピンでネスレのネスカフェのミックスコーヒーミックスを、袋入りで何袋かな、50袋ぐらいかな、50袋入りぐらいのこうまとめ買いをするとですね、おまけにこれがついてました。なので持って帰るのでちょっとビビったんですけど、ガラス製なので、まあ、ただまあ耐熱ガラスなんで強い、まあ分厚い強いものなんで、全然大丈夫でしたけど、まあフィリピンはね結構名古屋と似たようなおまけ文化でして、2つ買うと1個おまけとかね、セットで買うとなんかおまけが結構いいものがついてくるとかね、アルミ製のマグボトルがついてきたりとかね、まあこのガラス製の耐熱カップもそうですけど、なんかねいろいろねついてくるんですよ。まあフィリピンの人って大きなロットで買うことあんまりしないんですよね。ちっちゃなロットでちょこちょこ買っていくっていうのがほとんどなんですよ。まあお金がないからっていうのもあると思うんですけど、やっぱりその普段使うものって大量に買った方が、絶対ボリューム大きなボリュームで買った方がやっぱり安いじゃないですか、単価的に。例えばトイレットペーパーとかそうですよね。絶対必要なもので使うものなので、例えば日本だったら12ロールとかね、普通でっかいですけどかさばりますけど、まとめ買いして持って帰るじゃないですか。でもフィリピンでは、まあ、そういうのも売ってるんですけど、あんまりそういうのは売れ筋ではなくて、1個とか2個の単位で、トイレットペーパーのロールを売ってたりするんですよ。でそっちの方が売れるんですね。だから大量に一気にお金を使ってそのもの一つに買いだめでこう毎日使うからといって大きく買うんではなくて、仮に割高であってもちょこちょこ買うっていうのがフィリピン人のスタイルですね。お金持ちは知りませんよ、一般の普通の人は。そんな感じですよね。なので面白いのが電話の、プリペイドカードがありますね、プリペイド、SIM、フィリピン人ってほとんどプリペイド SIM なんですよ。ポストペイドで日本のね、一般的な携帯電話のように、契約して月払いで後払いっていうのはよっぽどの、上場企業の社員とかじゃないと信用がないので、ほとんどの人がプリペイドなんですよ。だプリペイドなんで、チャージが切れると通話も止まるしインターネットもできないわけなんですよね。だけど安いんで、通話料もインターネットの料金も安いので、ちょこちょこチャージするんですよ。本当に何百円とかねのこうレベルで、何百円とかのレベルでちょこちょこチャージして継ぎ足しながら使っていくっていうのがフィリピンスタイルですね。まあ、どうでもいい話なんですが、まあ、ちょっとこのカップでフィリピンのことを思い出したので。でもこれ美味しいですね。すごい濃いですし、ブルーマウンテンってあんまり酸味がないんですよね。私は酸味のあるコーヒーってあんまり好きではないので、だからモカとかあんま好きじゃないんですよ。だからハワイアンコーナーとか大好きですけど、でもブルーマウンテン高いのでなかなか飲めないですけど、これはね本当にすっきりした酸味のほとんどない、濃いですけどすっきりした味わいでいいですね。これね、これどこに売ってるんだろう、ドンキでいっぱい売ってるのかな、たまにはこういういいコーヒーも、まあ粉から入れろよという話なんですがたまにはこういうねこういいコーヒーを飲んでいい気分を味わいたいな。まあ言っても200円ですからね、多分ブルーマウンテンブレンドを普通の喫茶店で飲むとそれだけで800円ぐらいすると思うので、それに比べたら200円で 500ml ですから、全然いいなというふうに思いました。毎日飲むあれでもないでしょうけど、まあたまにこういう贅沢もいいかなと思って今日は喋ってみました。ドンキーってやっぱりね、ここにうちの近くにあるドンキーは健全なドンキーなんであんまり面白くないんですけど、
結構あの中身入れ替えてるので、あのたまに行くと新たな発見があって面白い、ですよね。なので、普段はね食料品をとかね、あのあるいは、ペットボトルとかそういったのを買いに行くだけですけど、たまにはそういう普段見ないところを見ると、あらなんだこれみたいな、こんなコーナーあったんだみたいなね、感じで、あの楽しいですので、時間つぶしには持ってこいだと思います。そんな感じで、まあ1000円のこう散髪屋さんとかも入ってたりね、あと100均も入ってたり、ゲーセンあったりいろいろしますので、まあ時間のある時は行って楽しんでます。こんな感じで今日はどこで売ってるのか、どういう販路で売ってるのかわからない UCC のブルーマウンテンブレンドコーヒー 500ml 入り、ドンキで200円をちょっと取り上げてみました。つまんない話でしたけども、今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。